世界中が驚愕した上皇后陛下への電撃発表。改めて注目されている人格否定発言や眞子さんのご結婚問題、秋篠宮邸の改修費用の問題、皇位継承問題など、現在の皇室は様々な問題を抱えており、多くの国民から注目を集めています。このような皇室の問題に対して、多くの国民から注目を集めるということは、昔から変わらないことです。かつて皇室に関して話題になった問題といえば、秋篠宮殿下のタイへの不倫旅行疑惑や、秋篠宮妃殿下のお父様である、川島辰彦さんの皇居、怒鳴り込み問題など、多くの問題がありました。このように、皇室問題は数多くありましたが、特に注目を集めた問題は、当時皇太子であった天皇陛下による人格否定発言ではないでしょうか。今回は人格否定発言を中心に様々な皇室問題についてご紹介します。2004年5月10日、当時皇太子であった天皇陛下は記者会見に臨みました。ちなみにこの記者会見はデンマークやポルトガル、スペインの3カ国訪問の前に開かれた会見でした。ヨーロッパ語訪問に関して普段通りに穏やかに記者の質問に答えられていた天皇陛下。しかし、記者が当時皇太子妃であった皇后陛下の体調のことを質問すると、表情を固くし、天皇陛下は皇后陛下に関してこのように説明したのです。雅子はこの10年間、自分を皇室の環境に適応させるため、一生懸命努力してきました。しかし最近では、そのことで疲れ切ってしまっているように見えます。まず、このように説明した天皇陛下でしたが、次に発せられたお言葉に、会場に集まった記者たちは驚きました。皇室内で、これまでの雅子のキャリアや、そのことに基づいた人格を否定するような動きがあったことも事実です。この一言に、会場は驚きに包まれます。いつも穏やかで、柔らかな笑顔を絶やさなかった当時皇太子であった天皇陛下が、とても厳しい顔をしておっしゃったのです。そして、この会見をきっかけに国民からは、ここまで皇太子がはっきりと言われるのだから、ただごとではない。一体皇太子妃は、皇室の中で、どんな目に遭っているのだろうか、という声が多く上がったのです。当時、陛下がおっしゃられた雅子の人格を否定するような動きというものの、具体的な内容は明かされることなく、謎のままとなってしまいました。ある宮内庁関係者は、個人の人権が一切守られていないのが、今の皇室です。戸籍や選挙権はもちろんなく、職業選択や信教の自由もありません。また、財産権も制限されています。どこへ行くにも、即位感がつき、何をするにも、天皇皇后両陛下や警察庁長官、総理大臣へと細かく報告されてしまうのです。このように皇族の方々は様々な監視下のもと生活されています。赤坂御用地や御所などは高い塀に囲まれた空間に閉じ込められているのと同じであり、囚われの身といっても過言ではありません。現在17人の皇族の方がいらっしゃいますが、精神面で鬱的な症状が出ていない方は一人もいないのです。皇室のすべての方がその症状を隠してご公務や儀式に臨まれていますと語っていました。きらびやかな生活を送っており、輝いているように見えている皇室には実は人権侵害が蔓延しているといいます。そしてこの人権侵害を一番受けてきたのが皇后陛下なのだそうです。宮内庁関係者は、1993年に皇后陛下は天皇陛下とご結婚され皇室に入られましたが、当時の皇室は今以上に人権擁護など考えられていませんでした。体調が悪かったとしても公務に出ることは当たり前とされており、皇后陛下は無理にご出席されていたのです。その結果、なかなかお世継ぎができなく悩んでおられましたが、このような辛い時期にもかかわらず国民が待っているから早くと批判されていました。これらは人権侵害です。また、皇后陛下はハーバード大学や東京大学、そして外交官と華々しい世界を歩まれてきたお方ですが、そのようなお方が突然皇室にはいられ、人権侵害がされている状況を目の当たりにしました。そして、皇后陛下は一体どうなっているの？と強い疑問を抱かれたのです。このような皇室の環境に馴染めなかったからこそ、
適応障害と診断されることになったのでしょう。また皇后陛下は、現在に至るまで一貫して、皇族は人権が守られなくていいのか?という疑問を抱いています。このように皇后陛下は、ご結婚されてからずっと戦ってこられたのです。とも語っていました。およ杉を産むことのプレッシャーにさらされ、疲弊された皇后陛下は、2003年12月に帯状疱疹を発症し、宮内庁病院に入院されたのです。そして、当時皇太子であった天皇陛下が、皇后陛下をかばって、雅子の人格を否定するような動きがあったことも事実です。と、人格否定発言をされたのは、翌年の2004年5月のことでした。その後、皇后陛下は適応障害と診断され、主治医である精神科医の大野博氏の勧めから療養生活に入られたのです。このように、当時皇太子妃であった皇后陛下に対する人格否定の具体的な内容がわからないまま、この問題の話題はだんだんと聞くことがなくなりました。しかし、実際のところ、この人格否定発言の一端には、上皇后陛下が関与されているのではないか、と話題になっていますよね。2003年10月15日に来日したメキシコのフォックス大統領夫妻を迎えての、宮中晩餐会では、当時天皇皇后両陛下であった上皇上皇后陛下が主催しており、大統領夫妻に対して、順番に皇族の方々をご紹介されていました。しかし、その中で、当時皇太子妃であった皇后陛下だけ紹介されていなかったのです。この時のことを、元東宮職員は、晩餐会では、主催の天皇皇后両陛下が、順番に皇族の方々を紹介されるのが、儀礼となっていました。なので、まず燕尾服姿の皇太子をご紹介されました。本来であれば、次はイブニングドレス姿の皇太子妃をご紹介するはずでしたが、隣の秋篠宮殿下が紹介されたのです。フォックス大統領は皇太子妃に向かって手を差し出していたため、大統領の手が宙で迷われ、おかしな雰囲気に包まれました。そして皇太子妃は明らかに引きつった表情をされていたのです。と語っています。このことがきっかけで、皇后陛下はその後の11年間、宮中晩餐会にご出席されることはありませんでした。この出来事について、宮内庁は事実とは異なると発表しましたが、皇后陛下のお姿などからすると、真実だと感じることができますね。また、メキシコのフォックス大統領は、皇后陛下がこの後、公の場に出なくなったことを心配し、残念がっていたようで、噂されていたことは事実だと証言されていました。平成が終わり、上皇后陛下の皇后時代の功罪について進められている中、週刊誌などは改めてこのような上皇后陛下の悪行について振り返る記事を掲載しているのです。そしてこのような真実を知った国民からは、本当に立場をわきまえない人たちだ。自分たちはずっと一番偉いと思っているのでしょうね。理解に苦しみます。上皇后陛下は、皇后陛下と愛子内親王殿下に圧をかけ続けていましたよね。皇后陛下と愛子内親王殿下のご心労は、想像を絶するものだったことでしょう。昔、皇太子が皇后陛下の手を握り涙を流されたと噂されたことがあったが、あれは苦しい状況の中、皇后陛下を頼ったということではなく、実際はこれ以上、雅子を苦しめないでくれと、涙ながらに懇願されたのが事実だったのか、という声が上がっていました。また歴代の皇后には、御養蚕始めのでという蚕を飼って、生糸を作るという大事なお仕事があります。皇后陛下は、2020年5月11日に、初めて御養蚕始めのでに参加されました。しかし実は、秋篠宮妃殿下と眞子さんは、皇后陛下より先に御養蚕所に足を運ばれ、当時皇后であった上皇后陛下の養蚕のお手伝いをされているのです。このことから、皇后陛下と愛子内親王殿下は、お手伝いさせてもらえなかったのでは、という憶測が立ちました。また、上皇后陛下がある宮内庁職員に対し、雅子さんや愛子さんに、私の蚕を触らせるのは、気乗りがしないのです。という発言をされていたという噂もされています。2018年5月17日に発売された女性セブンでは、これまで秋篠宮妃殿下と眞子内親王殿下が御養蚕所に足を運ばれたことがあった。しかし、皇太子妃は
今回が初めての訪問であったと掲載されていました。秋篠宮妃殿下と眞子さんがお手伝いされていたことや、皇后陛下が蚕に関わったことがなかったという事実が報じられたのです。しかしその理由について、皇太子妃殿下は虫が苦手なのではという噂がされました。ところがこれにはゴミくらいの問題があったのです。当時皇太子妃であった皇后陛下は、皇后のお仕事に皇太子妃が積極的に介入してはいけないというお考えを強く持っており、そのため遠慮していたとされています。実際に皇后陛下は上皇后陛下から引き継ぎ、2022年7月25日には愛子内親王殿下も養蚕作業に初めて参加されました。実際に皇后のお仕事に皇太子妃が積極的に介入してはいけないと思っておりますとおっしゃっていた皇后陛下でしたが、お子様である愛子内親王殿下には手伝いをさせており、やや矛盾している気もします。また皇后陛下が上皇后陛下から蚕を引き継ぐ際に、触ってもよろしいでしょうかとお聞きになられていたことから、皇后陛下は上皇后陛下のことを恐れているのではないかという声が上がりました。真意は不明ですが、様々な理由からいろいろな憶測がされていたのですね。また皇后陛下は多くのプレッシャーを乗り越え、ご結婚から8年後の12月1日に待望のお子様である愛子内親王殿下をご出産されました。国民がお祝いムードに包まれる中、実は皇室内ではさらに皇太子妃殿下に対してプレッシャーがかけられていたのです。当時はまだ悠仁親王殿下が誕生しておらず、お世継ぎはどうするのだという声がより一層強くなっていました。その後、帯状疱疹の発症をきっかけにご公務をお休みされた皇太子妃殿下、しかしご実家である小和田家の別荘で静養されたことで、皇后陛下は小和田家とのご交流を控えていたのにという批判の声が多く上がったのです。予期せぬ形で批判が集まってしまったのでした。そして前述の通り、適応障害になられた皇太子妃殿下の心労は私たちには想像を絶するものだったことでしょう。しかしこのような皇太子妃殿下へのお世継ぎに関してのプレッシャーは、皇后陛下だけがかけていたものではなく、ある意味で国民全体からかけていたものでした。そして2006年9月6日、秋篠宮妃殿下がお世継ぎとなる悠仁親王殿下をご出産されたのです。ところが悠仁親王殿下が誕生したことで、皇后陛下が秋篠宮家を贔屓していると噂されました。また2020年9月8日に崩御されたエリザベス女王の国葬に参加された天皇皇后両陛下、今回のエリザベス女王の国葬に関して、世界中の人々が天皇皇后両陛下のご参加を希望されていました。そして9月16日正式に閣議決定したのです。この決定に関して世界中の人々から安堵の声が上がっていました。このように天皇皇后両陛下のエリザベス女王の国葬参加の決定は喜ばれていたのです。しかし実はこの閣議決定がなされた直後、ちょっとした問題が発生していました。天皇皇后両陛下の国葬参加が決定された16日、上皇后陛下はふくらはぎの血栓症の経過観察と検査をされたことが速報にて報道されたのです。これに対して多くの国民からは、こんなどうでもいいことを報道するな、天皇皇后両陛下の国葬参加の決定の方が大事なことだろうというような批判的な声が多く上がりました。またネット上では、天皇皇后両陛下の国葬参加の決定のニュースの邪魔をするために意図的にされたものではないかというような憶測も多くされていたのです。しかし実はそれよりはるかに悪質的な妨害工作が行われていました。天皇皇后両陛下の国葬参加の閣議決定がされたのとほぼ同時刻、速報で報じられたのは上皇后陛下のご体調に関する報道だったのです。なんとこの日、上皇后陛下は昼頃にわざわざ皇后陛下に電話をし、私はもうダメです、いつまで生きられるかわかりません、などと煽られたのだとか。そして国葬参加のためにイギリス訪問をされる皇后陛下に対して思いもよらない発言をされたのです。瀕死の私を置いて国葬へ行くのですか、薄情者ですね、などと非難されたと言われています。
当初は宮内庁職員の中にもエリザベス女王と最も付き合いの長かった上皇后陛下が国葬に招待されなかったことを気の毒に思う者もいたそうです。しかし、このようなわずかな同情心も上皇后陛下の罵倒の言葉によりかき消されてしまったようです。皇后陛下に対して電話越しに罵倒の言葉を浴びせていた上皇后陛下のご様子を近くで見ていた職員らはやりすぎなのではないかという印象を持ったのだとか。しかしあくまで噂なので真意はわかりませんね。これまでは上皇后陛下への好意的な意見が多く上がっていましたが、上皇陛下が退位されるのと同時に前述した通りのバッシング報道が続きました。ちなみに上皇后陛下はメディアやインターネットを通してご自身への批判にも目を通しておられるようです。上皇后陛下は新聞でご自身を批判している記事があると知ると取り寄せてお読みになるのだとか。ある上皇后陛下の知人の方は、今まではアンテナの鋭さが良い形で働いておられました、しかし今は何とも言えないですね、と語っていました。またネット上に書かれた批判的な書き込みにも目を通しているようで、ある日上皇后陛下はこれほど辛いことはないわ、とつぶやかれたそうです。上皇陛下が退位されたことでこれまでも批判をしやすいと捉えられているのかもしれませんね。しかしどんな理由があろうとも過激な批判はするべきではありません。皇室は国民から常に注目されているため真実ではないことも噂されるのでしょう。しかし私たち国民は皇室を温かく見守るべきではないでしょうか。今回ご紹介したことについて海外から多くの声が寄せられているので、その一部をご紹介します。あくまで噂とされているが、本当のことならば皇后陛下がお気の毒だ。皇后陛下が平成の時代に療養された理由が長い時を経て明らかになったね。自分の息子が選んだ素晴らしい女性を否定する人が皇后として即位していたと考えるとゾッとするよ。皇后陛下はお立場上上皇后陛下にされたことを言えないだけなのでは。だからこれらの噂は実際にあったことなのではないかと思うね。とても苦しい経験をされた皇后陛下は誰よりも国民に寄り添い気遣っている。こんなにも素晴らしいお人柄をした皇后陛下をお選びになった天皇陛下には感謝だよ。天皇陛下が皇后陛下にプロポーズされた時、雅子さんのことは僕が一生全力でお守りしますと言っていたね。そのお言葉通りに皇后陛下を守り続け、愛子内親王殿下と共に皇后陛下を支え続けられた、こんなにも素晴らしい天皇陛下と愛子内親王殿下がご家族で、皇后陛下はさぞ嬉しいことでしょう。これからも笑顔を絶やすことなく天皇ご一家が生活できるよう願っているよ。今まで苦しい思いをいっぱいされてきた皇后陛下は皇后に即位されてからとても輝いているね。苦しい時期を乗り越え多くの国民から支持されている皇后陛下は最も素晴らしい皇后だと思う。天皇ご一家は今や世界中の人々から敬愛されているよ。皇后陛下には天皇陛下や愛子内親王殿下をはじめとした皇室の方々や多くの国民がついている。だからこそ一部の意地の悪い皇族の方々などに負けないでほしい。多くの人々は皇后陛下の味方だということを忘れないで、そしてこれからも輝かしいお姿をいっぱい見せてほしいよ、といった声が多く寄せられました。様々な問題を抱えている日本の皇室、国民の間では多くの憶測や噂がされています。火のないところに煙は立たぬという言葉があるように、ここまで過激なものではなくともこれらの内容に近いものはあるかもしれません。私たちにご公務などを通じて見せられている上皇后陛下のお姿と、皇室内だけで見せられている上皇后陛下のお姿には少し違いがあるのかもしれませんね。また皇室の方々は常に注目されているため気苦労が絶えないことでしょう。もちろん皇室の方々の辛労は私たち国民には計り知れないものです。そんな皇室の方々を温かく見守っていきたいですね。そして日本のさらなる輝かしい発展と長い歴史を築いてきた皇室が滅びず輝き続けるよう願い。日本の皇后である雅子さまが海外で高く評価されています。実際に天皇皇后両陛下のお人柄に魅了されている方も多いのではないでしょうか。
しかし、雅子さまはお世継ぎへのプレッシャーや疲弊が原因となって、2003年には適応障害と診断されています。当時は、そんな雅子さまの体調を心配する声が多く上がっていましたよね。国民に愛される雅子さまですが、卓越した才能と知性の持ち主で、アメリカ大統領までをも虜にしてしまったのです。実際、アメリカの最も有力な新聞であるニューヨークタイムズが雅子さまについての特集記事を組む事態となり、雅子さまが世界中で称えられていました。雅子さまは一体どのようなことをされたのでしょうか。そこで今回は世界を魅了する雅子さまについて海外の反応と合わせながらご紹介していきます。まずは雅子さまの生い立ちについて見ていきましょう。父の小和田久志氏は元外務事務次官であり、母の由美子氏は大学卒業後フランスの航空会社エールフランスで東京支社長秘書を務めた経歴の持ち主です。日本でお生まれになった雅子さまはその後1歳数ヶ月で久志氏の赴任先である旧ソ連モスクワへ移住。雅子さまは現地の私立保育園に通園されましたが、当初は慣れない言語や集団生活で泣き出すこともあったそうです。しかしロシア語もすぐに上達し、3歳頃には妹たちにロシア語で話しかけたり、寝言もロシア語で言ったりするほどだったという話も残っています。5歳の頃には久志氏が国際連合日本代表部、いわゆる国を代表して外国などに駐在する機関に就任したことにより、アメリカのニューヨーク州に一家で移住。雅子さまは現地のパブリックスクールに通われながら、日本語を忘れないよう日本語学校にも通われていたそうです。さて、8歳になると久志氏は再び転勤となり、雅子さまは日本で過ごしますが、その後今度は在米日本大使館講師に就任したため、16歳から22歳までの約6年間をアメリカのマサチューセッツ州ボストンで過ごします。この時雅子さまは州立ベルモントハイスクールへ2年間通学。在学中は地元紙が年に数回掲載する成績優秀者の欄に常に名前が登場しており、その優秀さはアメリカにおける上位 5% の優等生しか入会できないと言われるナショナルオーナーソサエティに選出されるほどだったそうです。またドイツ語科においてドイツ語が優秀でかつ国際文化交流に貢献した外国人に贈られるドイツ総領事賞およびゲーテインスティトゥート賞を受賞されています。高校卒業後はハーバード大学経済学部に入学。1年の夏休みにはドイツの国際文化交流機関ゲーテインスティトゥートで2ヶ月ドイツ語の特訓をし、2年の夏休みにはフランスのグルノーブル大学フランス語夏季講習に参加するなど、外国語の学習活動を活発にされています。さらに在学中、週末にはデンマーク大使にボストンを案内するなど、外交官見習いのようなことも頻繁にされていました。大学卒業時には、雅子さまの学部でわずか3人のみに贈られた優等賞を受賞され、その時の教授は雅子さまについて、彼女は非常にプロフェッショナルな意識が強い女性で、よく勉強していました。と述べています。その後、雅子さまは日本へ帰国してから、東京大学法学部3学年に外部学士入学されますが、外交官を志し、外交官試験を受けて、見事合格、そのため東京大学を途中退学して、外務省へ入省しました。そして25歳になると外務省研修留学生としてオックスフォード大学ベリオールカレッジに留学。この頃より雅子さまは先進国首脳会議に通訳として出席したり、父久志氏と共に日米外相会談に出席したりするようになります。また雅子さまが皇太子妃候補だと報道され始めたのもこの頃で、大学にまで日本のマスコミが押しかける騒ぎになっていたようです。27歳で日本に帰国してからは北米局北米2課に配属。かなりの激務だったようですが、当時の同僚はタフな仕事をこなしているにもかかわらず雅子さまは常に笑顔でエレガントだったと語っています。
その後30歳で皇太子徳仁親王妃に内定し、記者会見が行われると、雅子さまの経歴から、いわゆるキャリアウーマンと呼ばれ、世間の注目を集めることとなったのでした。ここまでの話だけでも、雅子さまがどれほど素晴らしいスキルの持ち主なのかが、わかるのではないでしょうか。しかし、雅子さまのこうしたスキルは、皇后になられてから、さらに発揮されることとなるのです。さて、天皇皇后両陛下のご活動は宮中祭祀、行幸啓、国際親善など多岐にわたりますが、その中でも国際親善は重要なご公務の一つだと言えるでしょう。外国政府や王族の招待を受けての外国ご訪問、賓客として日本を訪れる外国の国王、王族、大統領などのご接遇というように、双方向の交流を通して国同士の親交を深めていくのです。ところで、外国人と交流する際に問題となるのが、言語の違いですが、雅子さまは先述した通り、ロシア語、ドイツ語、フランス語、スペイン語を、雅子さまと同じくオックスフォード大学に留学経験のある天皇陛下は、英語の他にもフランス語とスペイン語を習得されています。多言語を操るだけでなく国際儀礼に通じた両陛下による国際親善活動は、国内外のメディアで称賛されているようです。その中でも、雅子さまの人柄が垣間見える、ある出来事が世界中で話題を集めています。それは、2019年に行われた天皇陛下即位の礼に、デンマークのフレデリック皇太子夫妻を出迎えた時のことでした。雅子さまと両頬を軽く触れ合わせるチークキスをしたメアリー皇太子妃が、その後に深く膝を曲げて挨拶を行うと、雅子さまが笑顔で抱え上げるような仕草をなされたのです。この深く膝を曲げる動作は、カーテシーという女性のみが行うヨーロッパ伝統の挨拶で、ひざまずこうとする意思を示すもの、つまり好意の人に敬意の念を表すという意味があります。しかし以前フレデリック皇太子夫妻が来日した際は、雅子さまとメアリー皇太子妃が交わした挨拶はチークキスのみでした。ただこれは決してメアリー皇太子妃が雅子さまを軽視していたわけではありません。実は雅子さまは皇后になる前にメアリー皇太子妃とは何度もお会いしており、当時はお互いに皇太子妃という同じ立場ということもあって、二人は親しい仲だったのです。そのため二人の間ではチークキスという挨拶だけでよかったのでした。ところが今回の来日では、雅子さまは皇后陛下になられています。そこで立場の違いを明確にしなくてはいけないと、メアリー皇太子妃がカーテシーを行ったのに対して、雅子さまはそんなことはしなくてもいいというような態度を示したのでした。二人の間には打ち解けた雰囲気があったそうで、それだけでもとても親しい関係であるということがわかりますね。また、このような出来事はフレデリック皇太子夫妻が来日した時だけではなく、様々な国際親善の場において、皇后、雅子さまが楽しそうに会話する姿が見られています。そしてこうしたことが書かれているのが、冒頭でお話ししたニューヨークタイムズの特集記事です。それはアメリカの名門、ハーバード大学を卒業し、5カ国語を話すことのできる、皇后雅子さまと、皇室のあり方を紹介したものでした。では、他にはどのようなことが書かれていたのでしょうか。もう一つだけ取り上げてみましょう。皇室の習わしにより、これまで才ある女性として、活躍の場を持てなかった雅子さまでしたが、トランプ大統領が来日した際に英語で流暢に会話をしている姿は日本でも報道されましたよね。ニューヨークタイムズの特集では、これについて皇后雅子さまの語学力にトランプ夫妻も感銘を受けたようだと書いています。具体的にどのようなことがあったのか見ていきましょう。2019年5月27日、アメリカのドナルド・トランプ大統領は、天皇陛下即位後初の国賓として、皇居を訪れました。この時、両陛下は、大統領夫妻を玄関で出迎えられたのですが、トランプ大統領は両陛下のそばに通訳がいないことに大変驚いたそうです。それもそのはず、前日に行動を共にしていた安倍首相はゴルフにも大相撲観戦にも通訳を連れており、
またこれまでの経験からも国際親善の場ではそれが普通だと思っていたのでしょう。その後、陛下とトランプ大統領は正式な懇談となる会見中のみ通訳を介して会話されましたが、その隣にいる雅子さまとメラニア夫人は終始通訳を介さず会話されていたそうです。お互いに母親同士ということもあり、子どもの教育などについて15分間ほど語り合ったと言われています。2人の母親が子どもについて語り合う、これは誰もが自然な流れだと感じるでしょう。しかし実は雅子さまはメラニア夫人がかつて子どもの移民収容施設を訪れていたこと、母の日にちなんで軍人の妻や母親をホワイトハウスへ招待していたこと、そしてその際に夫人が読んだスピーチの内容までをも事前に確認していたのです。こうした事前情報から雅子さまはメラニア夫人について大統領夫人として母親の視点も重視しているのではと考えられ、あえて子育ての話題を選んでいたのでした。この様子を見たトランプ大統領は後に雅子さまの対応には感服させられたと語ったといいます。ところでトランプ大統領が雅子さまに感服させられたのはこの一件だけではありませんでした。世界最高の知性が集まるハーバード大学で経済学部に進学された雅子さま、波の通訳をはるかに凌駕するネイティブレベルの英語力や5カ国語を話すことができるというその並外れた言語スキルにトランプ大統領は衝撃を受けたようです。今回の来日は天皇陛下のご即位に兼ねてのものでしたが、ニューヨークタイムズは皇后雅子さまの外交能力が再び発揮された舞台だと元外交官である雅子さまの手腕を称えています。トランプ大統領もこの時発揮された雅子さまの英語力、外交能力やおもてなしの心、そして優れた人格に気づいたのではないでしょうか。幼少期を海外で過ごされ、また外交官として勤めた経験のある雅子さまだからこそ、他国のことを理解し、寄り添う会話ができたのだと言えます。トランプ大統領は、天皇皇后両陛下との会見について、大変光栄なことだったとコメントし、メラニア夫人は雅子さまの英語を、すごく綺麗だったと周囲に語っていたそうです。また、トランプ夫妻と雅子さまは、初対面と思えないほどに打ち解けている様子も報道されていました。特に話題になったのは、メラニア夫人と雅子さまのチークキスです。宮中晩餐会を終えたメラニア夫人は、初めて両陛下と対面した時のクールな表情から打って変わり、親しみを込めた表情で雅子さまに声をかけ、歩み寄りました。するとその瞬間、雅子さまは自ら夫人の手を握って顔を寄せられ、夫人も自然にそれに応えてチークキスを交わしたのです。雅子さまはトランプ夫妻とほぼ初対面なのにもかかわらず、短い時間でここまで打ち解けられたことに世界中から驚きの声が相次ぎました。しかし実は、このチークキスが表しているのは2人の親密度だけではないのです。ヨーロッパの人たちは挨拶でチークキスをする習慣がありますが、トランプ大統領をはじめとするアメリカ人にはそうした習慣はありません。雅子さまもアメリカで長く過ごされていたので、当然そのことはご存知だったでしょう。ところがメラニア夫人はヨーロッパのスロベニア出身で、親しい友人にはチークキスをする文化があったのです。雅子さまはそこまでご存知の上で、自ら自然な形で親愛の情を示されたのではないかと言われています。この時交わしたチークキスは、メラニア夫人にとって生まれ育った故郷の文化を思い出させる挨拶だったのではないでしょうか。雅子さまは語学が堪能であるだけでなく、今回のチークキスのような瞬時に相手に合った対応を取ることができるという素晴らしい外交スキルを持っておられるのです。この日、両陛下と初めて深く言葉を交わしたトランプ夫妻も日本の天皇家の力というものをその身に深く感じたようでした。さて、このような雅子さまのご活躍に対して世界中から寄せられた称賛の声を少しだけご紹介します。私も雅子さまのメラニア夫人への心配りに感銘を受けました。雅子さまの輝かしい笑顔と柔らかい雰囲気はとても魅力的です。その上語学も堪能だなんて非の打ちどころがありませんね。
国内外から尊敬される立場であるにもかかわらず、謙虚な雅子さまの姿勢を尊敬します。雅子さまの価値は皇后という地位だけにとどまることはないでしょう。彼女の能力や価値を日本人が大切にしてくれることを願っています。雅子さまの能力と築き上げてきた人生はもっと認められてもいいと感じました。本当に素晴らしい人です。こうして雅子さまのご活躍が多くの人々に称賛されることを日本国民として誇りに思います。ご自分のスキルを見せつけたりなさらない雅子さまの謙虚なお心はとても素晴らしいものですが、今回ご紹介したような雅子さまのご活躍はこれからも多くの人に知ってもらいたいものですね。今回はここまでです。この動画が良かったら高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの意見や感想もコメント欄でお待ちしております。そして皆さんの応援が励みになります。また次の動画でお会いしましょう。